はい、マイドキニーフェルトです。今回の動画も新型コロナウイルスの最新情報をドイツ現地から皆様にご紹介いたします。今回の動画内での情報は、ドイツ時間5月22日午後12時までに発表された公式な報道機関によるニュースです。ドイツを中心としたヨーロッパのニュースを主にご紹介しています。また動画長での時間は全てドイツ時間とします。これから昨日5月21日のニュースをご紹介いたします。午後5時頃。 スペインでは4 8 2人の新たな感染者数を報告しました死亡者数は過去24時間以内に48人でした3月16日以来初めて過去24時間以内に記録された死者数が50人に満たなかったと保健省は発表しましたこれから本日5月22日のニュースをご紹介いたします午前12時頃ウクライナは国家通貨基金から数十億ユーロの融資について18ヶ月の期間で合意に達したと IMF は木曜日にワシントンで発表しました目的は東ヨーロッパの国がコロナパンデミックによって引き起こされた経済危機に対処するのを助けることです午前2時頃英国首相は中国からの主要な医薬品と他の商品への依存を終わらせる計画があると言いましたこの計画はコード名プロジェクトディフェンドとして行われ金曜日にザ・タイムズで報告されました午前3時頃ブラジル保健省は現在新型コロナの患者の治療のために 物議を醸しているマラリア治療薬ヒドロキシクロロキンを推奨しています午前5時頃ドイツロベルトコフ研究所は460の新たな感染者を報告しましたこれも1000人未満の新たな感染者数となります死亡者数は過去24時間以内に27人でした午前9時頃ブラジルでは死者数が2万人を超えましたブラジル保健省によると過去24時間以内に1188人が死亡しました 専門家はブラジルでの感染者数は実施された検査が比較的少ないため公式に記録された感染者数の15倍になると推定していますまたブラジルでの新型コロナ感染拡大ピークは6月まで到達しないと予想していますこれまでに入ってきている情報は以上になりますまた新たな情報が手に入り次第皆様にご紹介いたしますそれではまた。